さあ、原さん、会員収録です、久々に。はい。ね、で、今日あれです、全く大した話じゃないんですけど、次のゲストが決まってません。いや、大した話よ。大した話ですよ。いよいよちょっとどうしようかと。まあこのコロナ禍でね、オリンピックで今ね、ドタバタしてるからね、東京ね。なかなかね。それで一応今日来てもらったのは、前回キャスティング会議やったじゃないですか。はいはい。で、あの時に青木さん来ないかな、梅原さん来ないかな、時戸くんどうかな。来ないかなっていうか、別に来ないかなとは言ってないけど。勝手に名前をリストアップあなたがしてただけだ。一応ちゃんと意味があってですよ。全然関係ないとかじゃないですよ、うん、意味があって。で、桜井さん来ないかな、小野さん来ないかな、うん、じゃあ小野さんはなら来れないんですよ。ちょっと事情が事情で、うん、もうね、だから来れないっていうか、もうちょっと落ち着いたら多分来れるんだけど、うんうんうん、まあね、ちょっと社長就任したばっかりだから。そうなんですよね。そう、遊んでる場合はないやろうと、うん、そうなんですよ。だから、それこそデッドガイ のマシューの名前出したり、うん、マークマンの名前出したり、うん、テイスティースティーブ出したり、あとはストリーミングで活躍してる三田寺さんやら、うん、加野英子やら、ロンブアツシやら、えなこさんやらとかいっぱい名前出しましたけど。いや、まあ、言うのは勝手だからね。いっぱい名前出しましたよ。言うの、名前出すのはね、あなたが勝手に出してるだけだからね。出したんですけど、ね。それは勝手なんだけど、あ、この前元ほら、デッドアライブを作ってた、忍者ガイデン作ってた、板垣さんから電話があって。あれ？なんか言ってました？酔っ払ってたね。うん、酔っ払って電話かけてきて、なんでリストアップしてねえんだよって言ってました。違う違う、なんか断るたびに僕のことをいじってくれてありがとうって言ってどういう電話やねんと。なるほど、うん、そうなんです。僕もあれリストアップしてなかったなと思いながら。いや大変よ、あの人リストアップすると。あ、見てくれてんですかね。いやいや、見てんのかな、わかんないけど、断るたびにいじってくれてありがとうって言ってことは何らかチェックしてる可能性あるね。どんどん この番組なのか他のメディアなのか何かは分からないけど、俺もいろいろ出てるから分かんないんだけど、正直、うん、ね、そう、それでね、もうあれなんですよ、オンエアする絵がないので、はい、ちょっと焦ってて、お次本腰入れてオファーしないとちょっとやばいかなっていう、ね、まあ、状況なんですよね。なかなかちょっとほら、このほらこう番組始めたタイミングが悪かったよね、うんうん、おっしゃる通りです。本当にもう2年3年前にやってればね、もう少しみんな呼びやすかったんだけど、やっぱりこの状況で ね来てくれる人っていうのもなかなかね、なかなかね、うん、気遣いと気配りする点がいつもの何十倍ありますからね。そう、あ、そうだよ、ね、怖いんじゃん、だって。そう、ほんとそうだよ、ね、こうやって撮ってるのはいいですけどね、やっぱゲスト来ちゃうと抱えてるものいっぱい持ってるゲストさん呼んじゃうから。そうだって、青木さんともだってめっちゃ離れて喋ってる。喋りにくい、喋りにくいやんな、すごい距離。離れて喋るのは喋りにくいんだよね。そうなんですよ。すごい超金持ちの家の夕食みたいな状態だよね。ナイフとフォーク持ってね。ものすごい長いテーブルでさ、家主とさ。全然会話がないやつ、ね。そうそうそう。めっちゃ長いテーブル遠いやつ、ね。アニメでもよく見ますよ、それ、うん。そうなんですよ。なかなか。だからちょっと収録場所もそれこそいつものこの原田の秘密の部屋じゃないところでも全然構わないし。俺の家とかね。そう。ぜひね。俺ん家とかね。ぜひ。子供の走ってる音とか聞きない。子供はその時にはちょっと別のフロアに行ってもらうけど。そうなんですよ。だから一応いろいろと細かいケアをしながらですけど、そうは言ってもやっぱオファーしなきゃいけないんで。そうね。うん。で、もう僕はもう正直次はこの人かなっていう心構えは実は一人。心構えって勝手に心構えされんの、されてもいつも先走ってるだけなんだもん。妄想がほら、妄想で、妄想で生きてますから、
一応あるんですけど、もうあえてこれちょっと僕は名前出さないので、うん、原さん的にちょっと次はね、もう、うん、ぜひともこの人にっていう人がいれば、うん、ちょっとその話を今日はあのバッテリーが切れるまで喋ってカンパケで出そうかなと思ってるんで、うん、で次どうしようっていうのはありますか？いやだからいろいろいらっしゃるけど、うんうんうん、あれじゃない？元 FF15 の、おあの、スクエニ、元スクエニの田畑さんと。いやいや、ちょっと、この間言ってないっす。リストに出てない。リストにも入れてないし、一回も言ったことないんですけど。あの人はね、変わってるよ。なんか、前、対談したことあるんですか？あるある。俺、うん、今までであった中では一番なんていうの、俺はあんまクリエイターって言葉はあんま実は、まあ、自分にフィットしないからあんまり好きじゃないんだけど、まあ物を作る人ではあるけどね、うん、俺はそのなんかそのクリエイターっている幅が広いからさ、ちょっと言葉、ね、あんまり使いたくはないものの、まあでも世の中一般的にはよく使われているので、それで言うとクリエイター的キーワードになんか最も遠いのに、うん、なんかね不思議とこう作る人を呼び寄せる。おで本人はすごいアーティスティックな面もクリエイティブな面ももちろんあるんだけど、もう変わり者なんだよね。本人は多分変わってるつもりはないんだけど。あ、大体クリエイターってそうですよ。いやなんかあんまでも開発系では俺は見たことないタイプ。あの人は面白いよ。原さんが言うとよっぽどですね。ちょっと今までの中で一番変わってるかな。トークも面白いですか？あ、頭もあるからやっぱよく喋れる。ああ、なるほど。喋れるし、うん、でも興味ないこと知らないことに関してはパスって知らない気、知りません、わかりません、そういうの興味ないんですよね。っていう感じでパツパツって切っちゃう人だから、分かりやすいし面白いよ。面白い。なんかじゃあ変な間ができるパターンですね。いやそんなわけでもないんだけど、なんか結構変わってるねあの人。って思うけど、なんか作るから売るから仕掛けるから何から全部やりたかったんですよ。ああ、なるほどなるほど。じゃあ珍しいよあれ。典型的なクリエイティブなもう脳みそってことですよね。なんか変わってるね。ちょっと俺とも最初に似てるかなと思ったけどそうでもないし、うんうんうん、なんかちょっと面白いな、ね、うん、とか、うん、呼びたい人か。だからさ、リストに出てた人だったら誰でももちろん呼びたいけど、はいはいはい、まあ、桜井さん来てくれたら一番いいけどね。そのちょうど発表あったじゃん。ああ、カズヤのね、うん。はいはい。スマブラカズヤ。発表がちょうどあって、だし、うん、だけどまあ、こういう番組に、ほら、あの人は、基本出ないので、うん。見たことないっすよ。あんま出ない。見ない。見たことないっすよ。リストアップしたものの。珍しいんですよ。うんうんうん、こうなんか、あの、マフィアさんの、うんうん、マフィアさんとマフィアカジタか、うん、さんの、マシャガナ TV か、うんうん、あれはなんか出てたことあったかな、うんうん、あのバラエティ系ってバラエティ系って話だけど、ね、ああそうですね、なんかそう緩いのとどれぐらいじゃない、基本あの人そのオフィシャルの何かみたいなのしか出てないから。う、ね、うん、原さんから連絡して来てくれますかね。いやまあ俺もいろんな人にこう、ね、コンタクトは持ってる以上、お世話にはなっているし、ああ、うん、話はできると思う、ね。なるほど。だからまあ、桜井さんレベルになると、いろんなところに確認。いや、その、誰レベルっていうのは、その、レベルとか、そう、高い低いっていう意味ではないんで、ね。ああ、そういう意味じゃない。違うんだよ。その人それぞれに難易度があるわけですよ。例えば小野さんとかは、うんうんうん、あのなんていうのかな、
本来であればあの電話して今すぐ来てくれって言って、うんうんうん、来てもらえる人なの本来、うんうんうん、プライベートだよね。なんだけどそのほら立場が変わっちゃったから難易度が上がってるわけだから人それぞれ難易度があるわけよ。まあ例えばだから今子育て中で忙しいとかそういう意味での難易度の高さとか、うんうん、だからそういうそれは人によるわけよ。人によって全然事情が違うので誰が難易度低い高いでは全くないんだよね。そうですね、厄介なことで。あの関係各所っていうのが多い人っているじゃないですか。ああ、そういう意味のです。そういう意味で言うと桜井さんはあるんじゃない、うん、やっぱり、うん、だってあの人は関係各所でこうある意味ものを作ってる方なので、ね、うん、だからスマブラなんて大変だと思うよ。はいはいはい、本当ですね。あれ大変だと思うよ、ね、もうちょっと関わって分かったけど、うん、だってあれ版元の集合体ゲームでしょ、うん、あれ言うたら、うんうん、版元って言い方もなんかそのちょっと日本独特というか、まあ、ゲーム業界では本来は、ね、違うけどなんていうか権利元、うん、権利の集合体でしょあれ。そうですね。任天堂だけじゃなくてさ、ゲーム業界のあらゆる会社の複雑な権利をめちゃめちゃこう含んでるわけじゃないですか。大変よね。あ、そういう真っ只中にいる人なんで大変ですよ。でも、まあ、ぶっちゃけ来てほしいですよね。いや、プライベートでだから呼びやすいんでしょ。あ、まあ、結婚式とか来てくれたし、うんうん、そうですね、この間言ってましたもんね、うん、そうなんですよ。だからただまあ一応なんかこう原田さんとのスペシャル対談みたいな感じにしてね、うん、2人で喋ってるのってなかったわけじゃないですか。それはそういえばそれないんだよ。ないですよ、僕も見たこと。それはないね、確かに、うんうん、もう大概いろんな人とやってるけど、ましてそれが原田のバーっていうね、ちょっとまあ別の取り方するかもわかんないですけどね。そのやっぱ2人がいいね。あの逆にそれぐらいのがいいんじゃない、うん、あの、うんうんうん、大々的なメディアだと読んでる人の数が多すぎて、うんうん、だからこれやってる理由もそうなんだけど、うんうん、もうなんかメジャーなメディアであのやるのはものすごく俺はそれそれでやりがいはあってとても楽しいんだけども、そのすごいこう、まあ、ツイッターで言うとさ、うんうん、ツイッターで言うと例えば100リツイートのものと、じゃあ例えば3000を超えるリツイートのものってこれね結構明確に差があって、ね、うんうん、何が起きるかっていうと100とかだともうある意味その辺に本当に興味ある人だけがその話題に食いついている状態なんだけど、3000超える始めると、まあ、極端に1万リツイートとかさ、もうね、もう全く関係ない角度の人がものすごい現れるわけですよ。もうあれはもう正直言うとそれはもうノイズでしかないっていうレベルでのフィードバックが返ってきちゃうというか、もうあさっての方向からいろんなことを言う人が現れるので、あのそうじゃないところでこういうね、こじんまり、うんうん、見たい人が最後まで見るっていうのがこの番組のコンセプトなんで、うんうん、再生回数よりは、ね、だこれぐらいのところでしか話せないことを話すっていうのはちょっとやりたいとは思うね、うんうんうん、あとほら、うん、リラックスできるじゃないですか、原田さんもだしゲストも。まあそうだね、そう、やっぱりそういう空間で僕らとしてはしゃべってほしいっていうのはあるし、だそれを聞いてる人たちもリラックスして番組見られるわけだから、あ、まあ そうだね、そういうやっぱり絵であったりゲストであったり、うん、っていうのはね、ぜひとも、それがまして相手がこんなところに出てくるわけないであろう桜井さんだったら、やっぱりそれはもうワクワクドキドキものですよね。そうだね、うん、お願いはしてみるけどって感じだな、うん、だから青木さんの時みたいに番組の中から電話かけたり、いやだからあれは瀬賀さんだったから職場にかけるけどね。そんなことはね、桜井さんに電話かけるってあのそれバンナイナムコスタジオにかけることになるから今だと俺自分の会社かけるんかいって何の電話かと思われる。そんな、そう本当にね、まあちょっとちゃんとした形でちょっと聞いてみましょうか。ぜひぜひそこは
ちょっと聞いてみますね。ぜひ本当にどうなることやら楽しみですけどね。だからずっとあのコメントとかにもやっぱ名前上がってたわけですよ。あの僕本当適当にリストアップはしてないんで、ね、桜井さん上がってたね。上がってましたね、うん、桜井さんとか小野さんとかやっぱり小野さんが今一番難易度上がっちゃってるから、うん、もう聞いてるからね俺何回か、うん、最初の頃は来れるって言うから行く行くって言ったんだけど社長になった瞬間にちょっとないや 俺も言ったもんこれ無理でしょっつって今出てきたら大変なことになるでしょっつって確かにね、うん、あの原田さんが小野さんに会いに行くっていうロケ本当はやりたいんですけどね。あ来てくれないんだったら、いやだからあの、ね、それ絶対ふざけたことになるじゃんでも想像つきますよ。もうダメだって今あの人少年場なんだから、うんね、真面目に社長やってんだから本当ですね。茶化しちゃダメよすっげえ茶化したいけど茶化したいし、あとそういうの好きじゃないですか、小野さん。いや、乗っちゃうから。だから乗っちゃうからダメなんだって。あの人も歯止め効かなくなるから。そうそう。会社に行ってピンポンしてみ、ノンアポでも。多分ね、普通に広報とかの受付の人が断ってんのに、来ちゃうから。うんうん、うん。多分。想像はつきます、うん、携帯持って何しに来たんやつって来ちゃうから、ダメなんだ。それやって後悔することなんだろう、だから。そうですよ、うん、幽霊見えるって言ってる人の中にも何種類あると思うんですよ。ああ、例えばあなたの場合とかはの勘違い力とかはすごいんだと思うんですよ勘違いなのかな。いや分かんないけど勘違いなのかな。だそういうのはちょっと桜井さんにも聞いてみたい。 あの人は割とそこはとても理論的でクレバーな人なんで。え、でも、仮に幽霊を見ても、何か、何かこう、自分なりに解釈してると思うんだよな、俺は、ちゃんと。でも、最初じゃあ、イエス・ノーで聞いてみましょうよ。見えますか、見えませんかっていうだけを。うん。まあ、今のところ、ここに来てるゲストで見えるって言ってる人、誰もいないっぽいんだけどね、どうやら。いないんですかね。うん、どうやらいないっぽいんだよね。くだらないことを聞いてる。いやいや、もう、本当に。そんなくだらないことを答えてくれるかな、そもそも来てくれるかどうかもわからない。わかんないですよね。来たら、スペシャル対談という来ていただければ、ちゃんとねちょっと別のスタジオかちょっと借りて、でいつものもし来てくれるんだったらちょっといつもと違う絵を用意してそう、ね、お出迎えしたいですよね。絶対聞こう幽霊見えどうするそれで。はい、まあ、あの基本的には見えてそこにも今言われたら、いや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 、ってなるよ。カメラ置いて帰ります。一番最初に聞くんじゃなかったみたいな一番最初に聞くのやめようか。あの鉄拳関係の SNS とかね、うん、それこそ e スポーツの SNS を見てると、うんうん、ゲームのキャラクターのイラストを、うん、描いてる人とか、うんうん、ゲームのキャラクターのコスプレを自分で作ってやって写真アップしてる人、うんうん、でイラストもそのコスプレもめちゃくちゃクオリティ高いやついっぱいあるじゃないですか。なんかそういうのをなんかこれすごくないかっていうふうに集めて原田の場で紹介するっていうのはもしかしたら、うん、いいかもね。なんかそれこそ 楽って言ったら変ですけど、その子たちの紹介にもなるし、やっぱクオリティ高いんですよね今見てると。コスプレもそうだし、あのイラストも原田さんもたまにいいね押してたりしますけど、すごいかっこいいのができてたりとかあるね。ああいうの結構僕ブックマークしてるんで、うん、そういうの集めて紹介してっていうのをなんかちょっとリラックスしながら、あ、いいかも、うん、ちょっとそういうのはちょっと今度やってみようか。だからなんかエリザとか、エリザのクオリティ高いの韓国の方かな。あ、いるいる。いますよね。すごいんですよ、うん、クオリティ。で、長崎の方にも、静かな音って書いて、シオンさんって方がいて、うんうん、その子もやっぱりリリとかエリザもやってるし、うん、やっぱクオリティ高いんですよ。うん、だからそれはなんかそれ、当然、あの人たちってやっぱり自分たちで衣装作ってるから、うん、趣味の世界とはいえ、あまりにもクオリティ高いからなんかちょっと紹介したいな。そういうのちょっとタイミング見てやりましょう、うん、いいと思う。